飯島さん、あなた本当にこのまま引退するつもりなの？もし引退しちゃったら、あなたは今後。何それ、超怖え。飯島さん、私は本気で。わかってます、木村さんがおっしゃったことも的中していますよ。ですがこの気持ちは変わりません。何せ私はするために引退するんですから。実は俺ずっと前からアイチンの作品見ててさ、もう超ファンで、こうして出演してくれてマジで嬉しいわ。喜んでもらえてよかったです。私も木梨さんに会えたことと、トンネルズの皆さんのおかげですに出られて光栄ですよ。20代前半ながらも妖艶な色気を漂わせ、視聴者たちはもちろん同業者たちまで魅了していた飯島愛。幼少期から筆舌に尽くしがたい壮絶な経験をし、水商売などを経てタレントとして輝くことができた彼女は、1990年代の時の人、多くのレギュラー番組を抱えては MC を務めるなど、その人気が途絶えることは決してなかった。アイチン本当に可愛いよね。最初はそういう界隈で生きてきた子だから、ちょっと偏見の目で見ちゃったけど、いつも本音で語る姿にはグッときちゃうよ。キャラクター性がかなりいいよな。歌手デビューした時のインパクトもそうだし、自伝的小説読んだ時なんか正直もう涙なしには読めなかったわ。相当辛い過去だったもんね。私が言うのもなんだけど、ベストセラーになるくらい売れてくれてよかったよ。今度映画とドラマ化も決定したみたいだしね。そうやって全てをさらけ出し、タレント、歌手、作家と多方面に活躍する彼女の人気はさらに拡大。だからこそ病気で芸能界を引退すると発表があった時は、多くの惜しむ声が流れており、彼女が出演していた金スマでは、本物と呼び声が高い霊能力者木村富士子氏によって強く引き止められていた。飯島さん、本当に芸能界を引退されるんですか？そうですね、腎臓に病を患ってしまって、ちょっともう。嘘よあなた、それは。え？あなたは病気で仕事を辞めるとか責任のないことをする人ではないでしょ。今引退せずに乗り越えたら 2,3 年後には違う考えが出てくるはずよ。今引退したらきっと後悔することが起きるわ。あと彼女の信用のために言っておきます。彼女は今言いたいことを言えないで、ある問題を抱えています。頑固で意志も強い、責任感も強いのに逃げているんです。逃げるのを皆さん止めてください。おそらく木村氏が見ていたのは彼女の現実と衝撃の未来。荒唐無稽かもしれないが、飯島本人もこの時図星を言い当てられたかのように驚いており、真剣に言葉を受け止めていたことがよくわかる。だがそれでも彼女は引退を決意。2007年3月31日に、目標や夢が見出せず芸能界で生き残っていくことは不可能という事務所からの発表とともに芸能界を去っていった。ただ本人としては、芸能界の引退は何も後ろ向きなことばかりではなく、芸能界は引退したけど、これで私が止まるわけにはいかないわ。とりあえずブログを開設して、悩める女の子たちのカウンセラーとして働いていけたら、などと性に悩み問題を抱える女性に対してカウンセリングを行ったり、そういった施設の運営を夢見たりと、かなり精力的に動こうとしていた。それなのに。そんな嘘でしょ。早く救急車を呼ばないと。あと警察。2008年12月24日、飯島愛、まさかの急逝。警察の調べでは、発見時点で亡くなってから1週間は経過しており、病理解剖の結果肺炎が原因だと発表された。当然ながら世間は大混乱。しかしそれ以上に渦巻いていたのは急性の不自然さだった。警察は肺炎って言ってたけど、高齢者ならともかく36歳の若さで亡くなるような病気じゃないだろう、肺炎は。じゃあ何、警察が嘘ついてるってこと？いや、さすがにそれはないだろうけど、嘘つく意味もないし。ただ嘘をついていたとしたら、それは飯島愛の方かもな。
それで思い起こされるのは金スマで嘘だと断言した木村氏の言葉。最後の調教とそんな木村氏のやり取りから飯島の旧姓に疑問は尽きず、そしてその木村氏本人も、実はあの後スタジオ裏で二人で話しましてね、そこで彼女から引退する本当の理由を聞いたんです。本当の理由？それは一体？申し訳ありませんが、私の口からは。しかしあの時彼女が言ったあの二文字の言葉は人間として残念な言葉でした。人間として残念な言葉？そんな強烈な言葉を使うだなんて。そうしてあまりにも不可解なこの状況から生まれる様々な憶測。肺炎だったとしても、彼女のように若い人が亡くなる場合は精神的に追い込まれ免疫力低下による場合が強いとも言われ、実際引退後の彼女の顔は精液がなくなっていたらしく、異常とも取れる姿を目撃されている。あれって飯島愛？なんでこんなとこに、てかあの姿何？裸足に寄生って何があったらあんな姿になるのよ。彼女が精神的に追い詰められていたことはほぼ確実。また亡くなる直前に彼女はブログにて、一人じゃ生きていけないと変わり果てた姿が目撃されている。であれば、あのスターだった飯島をここまで追い詰めたこととは一体何なのか。そこにあの二文字が関わっているのだろうが、憶測の中で一番有力とされているのが復讐だという。復讐ですか？ええ、もちろん推測には過ぎませんがね。ただ僕は彼女が出演していた打ち狂の元番組スタッフから聞いたんです。実は彼女、芸能界に非常に結びつきのある超巨大組織から引退しろと脅迫されていたと。ちなみにこの二文字も憶測の中の一つとされていますね。脅迫？なぜ飯島さんにそんなことが？なんでも自分を慕う女性タレントたちが芸能界の権力者たちに食い物にされていると知って強く抗議していたみたいなんです。ただそれが上の逆鱗に触れてしまって辞めることになったと言われています。だから芸能界から離れた場所で戦おうと決意。それが復讐ということですか？信じるかどうかはお任せしますがね。でも引退後の彼女の行動を考えると全くの的外れではないとは思いますよ。事務所と軋轢があったようにも思えますし、ほら、あの責任を放棄したようなあのコメント。確かに芸能界で生き残っていくことは不可能だなんて、事務所に貢献してくれたタレントに言う言葉じゃないですね。でしょ？だからそういった権力者たちと一人立ち向かっていく過程で精神的に追い詰められたとも考えられるんです。あくまで全ては憶測だが、事務所が突き放したような態度を取っていたことに間違いはなく、親交があったあのひろゆき氏も飯島のその後についてこうコメントを残していた。引退前の芸名を使うなとか、テレビとラジオと雑誌と新聞には出るなとか元所属事務所に言われていて、ネット以外の露出ができなかったとかはテレビ局や番組制作をやっていた人は知ってるはずなんですけどね。事務所と軋轢を抱えていたと言われている中で、なんとも意味深すぎるこのコメント。また飯島氏と事務所の間にあったトラブルやとある組織との対立について語っていた YouTuber は身の危険を感じたのか動画を全て削除している。彼女がこの世にはおらず、周りが沈黙している以上真実は闇の中。ただし本物と呼ばれる木村氏とのやり取りや最後の二文字、精神的に追い詰められていたという事実、そして信仰があったひろゆき氏の言葉、彼女が単なる病気で亡くなったと考えるにはあまりにも早計に思えてならないだろう。私自身、愛さんとニューヨークに行くほど仲が良かったんですけどね。彼女を悪口を言う人や権力を振りかざす側の人には食ってかかっていって正面から戦っていたんです。だからみんな愛さんが大好きだったんでしょうね。結局愛人を追い詰めてた芸能界の組織って何なのよ。絶対に名前は言えないよ。でも暴露系国会議員やエイベックス会長の松浦氏もその組織のヤバさについて対談してたね。ってことは彼女は肺炎が原因で亡くなったわけじゃないってこと？死因については分からないよ。
でも彼女が芸能界を引退した理由はその組織が絡んでる可能性はかなり高いと思う。確かに暴露系国会議員の影響で今でこそ芸能界の枕営業なんかが表面化されるようになったけど、ちょっと前までは告発した人はことごとく業界から消されてるもんね。誰とは言わないけど某グラビアアイドルとかね。某国会議員、愛珍がやろうとしてたことを命がけでやってるから彼の行動に社会的意義はあったのかも。今はおかしなことになっちゃってるけど。それが個人的な恨みではなくて組織や権力者だけを対象にしてればね。まあでも彼のおかげで今後芸能界での被害は少なからず減るだろうし、飯島さんも少しは報われたかもね。空に輝く星を見上げ